はい。中崎町ワルツです。よろしくお願いします。めっちゃ緊張する。もうね、あ、皆さんがでもご存知の方が多いので、一緒にぜひ歌ってください。じゃあ、お願いします。町ワルツと言います。よろしくお願いします。初めての箱で今日はあの恵子さんにね、京子さんにねお誘いいただいて本当にありがとうございました。もうあのめっちゃすごいいい箱で、あのね雰囲気いいから余計緊張するよね。ほんまにもめっちゃ、いつも知ってる、さっきちょっと知ってるまあそうなんでね、あの他の方もすごいこう
うまいし、しゃべりめっちゃ面白くて、私なんかものすごいハードル上げられたけど、私あの普段はあの風船うさぎという名前で昭和歌謡バンドをやっていまして、そっちでよくあの聖子ちゃんバンドの時に対話をさせてもらってて、そこでね、よう突っ込んでくる相方がおるわけですよ。でそれをこうやりながらの MC は面白いんですけど、一人やとまあそんな普通そうなんですよね。でもあの人がおれへんかったら何もできへん思われるの悔しいんでね、ちょっと頑張ろうかなと思ってるんですけど、で中崎町ワルツもね、まあ、結成の由来といいますか、そう、私とこのギターの人が風船うさぎという歌謡曲バンドをやっていて、で彼女はまた別に紅生姜という別の歌謡曲バンドをやっています。で、アコースティックライブがね、お世話になってるスタジオがよくこう開催してて、そこに、まあ、出ろ出ろってずっと言われてて、ちょっと緊張しいやしね、アコースティックでもごまかし聞かないので嫌なんですよ本当は。そうやけど、まあまあ修行やいうことでね、やらせていただいてて、で風船席の時はもちろん立って、もうめっちゃこう、もうそっからそこもガーッめっちゃ動きまわるんですけど、同じことしてたらダメなんでね、ちょっと座ってこう動きを封じようと思ってるんですけど、絶対どっか絶対動いてると思うんですけど、まあそんなんでね、それがまあコンセプトの一つで、あとはあのアコースティックでやったら面白いかなっていう曲っていうか、まあ、この3人でやったら面白いかなっていう曲をいろいろ選んでるんで、ノージャンルなんですよ。で今日は洋楽ないんですけど、あの洋楽もやってみたりとかしてたりしてます。そんな感じかな、コンセプト的に、はい。あんまり喋ったらあかんねんな、ごめん、振ったらあかんねんな今日マイクあんのこの人だけやもんな、ないもんな、いつもあるのにな。そうなんですよ。まあそんなんで、まあいろいろやっております中で、今からあのアイドル系をね、風船うさぎでは絶対やりません、アイドル系をねちょっとやらせていただきます。2曲、これももう有名だと思うので一緒に歌ってください。じゃあいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid of the dark.
ありがとうございます。めっちゃ緊張、もう全然緊張取れないんですけど、どうしたらいいの？いやほんまに、さっきもね、これ水飲みながらストロー入れてんのに、そのまま飲んでもいい。いやいやいや、ちょっとね、これはもうほんま緊張します。で、何でも今日はね、お足元のよく、だから悪くないかと、間違えちゃった。パクったら間違えちゃった。いやいや、そうなんですよ。でね、もうサクサク行くわ、ね、もう喋りちょっとあれやから、まあそのいろいろノージャンルでやってますけども、今からはですね、夜の商売的な、なんと言いますか、ちょっと今フフって笑った人誰ですか、夜の商売的な歌をやります。で、それからね、ワルツって割とね、こう私たちの得意というか、こう特徴って何かしらと思った時に、エモい系ね、エモーショナルなエモい系、さっきの瞳みたいなちょっとこうドラマチック系と、あと呪い系があります。そうですね、もう呪われるんちゃうかっていうような歌を、こう割とね、3人でやるとなかなか、そうこれやってるとこなかなかないでっていう、そういうのをね、1個ね持ってるんですけど、今日はねちょっとでやらなくて、新しい曲に挑戦したいと、新しい呪い曲に挑戦したいんですけど、それをね、2曲続けて今からやりますが、はい、じゃあ、1曲目はね、皆さんに打ち込み、見てもらったら分かる通りパーカッションいませんので、リズムの係をやってほしくて、手拍子やってもらいたいんですけど、このぐらいのあれ、このぐらいのやってみて。やってみて。そう、これはね、最後まで、何があっても最後までやってほしいんですよ。最後はピアノ一人になるまでやってください。OK。 ピアノ緊張してんねやろ、身内来てんねやろ。ね、じゃあもう一回、はい、はい、これいきますよ。じゃあ始めさせていただきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。俺も愛、愛も愛、多分愛、きっと愛。聞いてくださいね。だって寂しいものよ、泣けないなんて、そっと涙で本望を濡らして、中から。俺も愛、愛
もうね、あのね、スタジオがね、温度が下がるんですよね。ちょっと寒いなね、これね。冬してるよね。いや、これほんまね、めっちゃ暗ないですか。こんなん、なかなかしたいと思わない。あ、そうです。朝日の当たる家っていう。
そうです。なんか、あの元は何だっけ？ハンマーズハンマーズのね。え、おせやん。本当と。え、アニマルズじゃないの？あ、ごめん、アニマルズ。嘘ばっかり。ちょっと間違えた。ハンマーズハンマーズ好きな方やから。あ、そうやな。そうそう、アニマルズですね。の、あの、サーフがある家という。そうです、そうです。という歌ですけど、これをね、あの、私がこう、実はね、明日にかける橋を探すつもりで、間違えて朝日の辺りで探しちゃったんですよ、あの YouTube で。ほんなら、千秋直美さんが歌ってるの出てきて、もう、うわって、もうそれな、今のはもう完全にその、あれ、千秋直美さんバージョンなんですけど、めっちゃかっこよくて、もう朝日がなん、あ、じゃあ、明日にかける、もう忘れて、もう、なんか5回ぐらい来ましたね。もう呪われました。もういやでもこれをやりたいということでね、持ってきましたら、あ、2人いやいやって言いながら、こんな同じコードばっかり続くの、いやいや、難しいんでしょ、同じコードが続くらしいです。そうです。でまあそんなんでね、あのいろいろこう曲を持ってきて、そのなんかこうこうやって今のやつみたいに私がああしてこうしてああやってって細かく言う時と、ほとんど丸投げの時とあるんですよ。これこんな感じやからだけ言うて、あと丸投げしたら結構ね、その方がいい感じだよね。もう任せした方がね。でまあそんな言うてて、次の曲が最後なんですけどね。で、いやもうさっさと終わるで。ほんで、早いですか？いやもうね、苦手ですね、アコーライブは。ほんまに。もう動かれへんからね。ほんま風船うさぎのライブの動画とか見はったらびっくりすると思いますよ。もうすごいから。まあそんなんなんでね、今日はこれで終わりたいんですけども、そのミキさんが明日その紅生姜さんでライブ出られますが、明日でね、彼女ね辞めるんです、実は紅生姜さんを。そうです、知ってる方は驚くとこ、ここ、はい、そうなんです。みんな知らないですよね。今日プチアウェイやもんね。知らない、誰って感じやんな。紅生姜って何や、何やな、そんな感じやねんけど。そうなんですよ。でまあもしよかったらこう応援にね行ってあげてください。中津 B コードでやります。で、中崎町ワルツは次、10月の予定やったんですけども、8月25日の中津 B コード、またそこに出ることになりまして、でミキさんはもう明日でね、その紅生姜辞めて、まあちょっと細々とやっていきたいと思ってたみたいなんですけど、休ませてって言われたんですけど、急に辞めたら歯抜けるで急に辞めたら歯抜けるで言うて、ほんだらやるよ、ちょっとぼちぼちこうフェードアウトしていった方がええんちゃうからね。そうそうそう、でも休む暇ないと思うけどな、ないですよ。いやいや、もう休む時ってなまんで、ねね、なまりますよね。ほら身内に振ってみたそうなんです。で、まあそんなんで最後、これもね新曲なんですけど、あんなこう呪われた歌の後にこう、こうお祓いを兼ねていい曲を、これも結構深いですね、深い歌ですけども、思うんですけど、私今風船うさぎ8年7年8年やってまして、今こう一緒にやってもらったりメンバー来てくれたり、別のバンドやけど一緒にやってたりとかあるじゃないですか。そんなんもで恵子さんに出会ったりとか、そんなんもね、もうほんまにねちょっとしたきっかけですよね。私も8年、ね、何年前かにとある汚いスタジオに行かなければ今こんなところには立ってないっていうか、いないっていう、そんなそういうふうなね、ちょっとした、でもこれってきっとこう神様が決めてるらしいですね。どこで誰と出会ってこう選択されてみたいな、だからそういうのをね、こう歌に多分なってる歌だと思うんですけど、でお身内の方ね、来月ご結婚されるそうで、おめでとうございます。もうちょうどええやん言うて、この曲もうちょっとプレゼントさせていただいていいですか。もうそれいりますもんね、すいません彼女がだいぶインスピレーションが降りてかなりこう作ってきてくれましたんで、あげてますまあまあピアノメインで聴いてください。じゃあ最後の曲をいきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの ありがとうございます。